よろしくお願いします。岩井前坂 YouTube からお送りしてます。週刊運輸です。よろしくお願いします。そして、三好さんです。はい、ニュースです。よろしくお願いしまはい、す。じゃあ、ちょっと長らく時間がかかってた、三角格子のスライドが、まあまあできたので。あ、これですね。これは、あ、ここ再生してきますか。あ、これは、まあ、YouTube だと割と滑らかには動いてはいるんですけどね。ここで撮影しちゃうとガタガタにはなりますが。で、つまり、今そうだ、3方向しかやってないんですよね。本当は6方向できますよね。プラスマイナスの方向でね。ああ、そういうことですか。本当はね、でも今3方向しかやってないんで、まあ。方向に増やすのも、まあまあできる。まあまあっていうか、できますね。ループしてるから、そうなんですマイね。ナス方向に行くのも、プラスにあ、止ままる。あまあ、そうですね。そういうことにはなりますか。あ、そうですね。ルービックキューブの開放としても、開放だと、できあれか、た。どっちが回り。あ、そこで、あ、これは一応逆再生にしまして、バラバラにしたとこから戻るようにはなっもうすごい AI がこれを頑張って解いてるっていうね。た。ああ、ということにしますか。AI が。すごい。いや、こんな難しいよね、これ、解こうとし難たらしいね。でしょう。どっから合わせるかわかんないね。なんかまあ、人間がやるとすると、まず端っこの三角を一個合わせ、次の、なんか三、なんだろう、二の大きさの三角形を合わせとかってやってるくのかな、それででできするかのかも。ね。なんかつまり、こう、あれですね、この混ぜ方によっては丸っきり白になる時がありますね。一列がね。ああ、そういうことですか。ってことはどういうことかが、ちょっとわかんないけど。わかんないですね。そう、だから、まあ、この間も言ってたけど、つまり赤が入れ替わってても見分けはつかないので、こんなところに、大きい三角があるのかもしれませんよね。これ、だから、パリティとかあるのかどうかとか、よくわかんないですね。だから、白と赤どうするなら必ず作れるのかとか。白と、ああ、なるほどね。それは、そうね。よくわかんないですよね。うん、それですんげえ確率が低かったりするとね。あれでもさ、この方向は変わらないので、あ、そっかそっか。方向はなる何ほしど。ろ変わらないので、2種類の赤白の、あれですよね。まあまあそうですね。ですよね。2種類の赤白の数があってて、なおかつそれでもできるかできないか、かもしれませんね。なるほどな。なんか結局最後にそのスライドするときにスライドで出てくるやつも色塗っとかなきゃいけないのでね、そこがちょっとね、大変でしたね。異変っていうか、出てくるところを塗っとく。こう回転する前のところはもう定常状態で塗ってあるんですけど、回転してるやつをグリグリって持っていくと、引っ張り出してきたやつが色が塗ってないとダメなので、そこをそ狙っういうことですね。ていうのをやっていますが。もはや、だからもうそこは見てくれですね、もはやね。はい。お疲れ様です、本当に。いや、なんか今回だから、ちょっとだからプログラム的にはいろいろ面白かったですけどね、プログラム的な面白さは どうやったら表現できるかはわかんないですけど。これ、ちゃんとマウスで動かすようにすると、まあ一応一人でも遊べるっていうか、なんていうかね。そうですね。ちゃんもうね、とゲーム崩しに。たらもう二度と戻んない。まあ、汚さんなら大丈夫かな。これだけ分割されてると、ちょっと人間の手には負えなさまあ、そそうね、多いですよね、やっう。多ぱいりよ。ね。三方向なので、言ってみれば、ルービックキューブと同じような、なんですけど、ちょっと細かいですよね、きっとね。そうですね。あ、これもう一段細かくないのできんのかな。
もう一段っていうのが、その6年赤田3等分？家は3等分？そうか、これ何等分？ 1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。あ、これ8等分なのか。8等分という言い方をするわけですね。はい。あ、8等分というか、8ラインのところを。8ラインのところを4ラインにする？のはできるか。のかな。あ、それでもいいですね。それも結構難しいのかな。ちょっそう、とまあ、人間にはちょうどいいぐらいかもしれない。わかんない。いや、そうですよね。何でしたっけ？ピラミンクスとかにもなんか似てはいる。よくこんな思いつきましたね。これなかなか思いつかないですよね。この そうっす端か。っこが一緒に動くって。この動き微妙ですよね。2ライン一緒に動いちゃうのね。2ライン一緒に動くの。いや、そこを動かすのかどうか、あんまり考えてなかったんですけど、確かにつながり方から言うとそう動きますよね。ああ、いや、そうっすよね。そうじゃないとどうやるんだってことだから。あ、短いところでくるくる回るようにするのもできるかも。いや、あ、ダ各メですよ逆になっね。ちゃっダメでてするよから、ね。表裏の結合の調子がね。そうですよね。上と下がまるっきりくっついてるとしているともう動きは、斜めに動いたときも、それにしかならないんですね。そうでそうすだとね。思います。はい。なかなか、ちょっと面白い。そしてあれですね。なんかできれば、なんつうの、シャって手で動かしたみたいにしたかったんですけど、ああ、そっかそっか。今回低速ですね、全部。イージングをかけるあ、みたいイージングをかけたのを、はめてあげると、もっとなんか、スタな。シャ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 シュッ、飲むのができる。口で言ってどうなるものか。できるんですけど、今回ちょっと、そこの、途中を作るのもちょっと難しくて、ちょっと、なので、低速を一定の速度にしてしまいました。まあ、これができれば、次はその、シャッシャっていうのもできるような気がしますね。はい。まあ余裕があればぜひ。そうですね。これ、まはい。た自負も作っていただいて、何を？自負アニメ。ああ、自負ですね。はい、わかりました。自負どうしておきますかね。この青がですね。あ、青がね、外側を塗ってるところですね。外側っていうか、ああ、なるほ上ど。にかそうぶいうせことで。て、本当はアヒルが漕ぐように、外側も三角形で塗ってはいるんですけど、わかります、わ余かり分に。そうじゃないと、まあ、かえって面倒くさかったので、はい。もしかすると、すごい余分に塗ってるかな。いや、まあ、1、2個余分に塗ってるかもしれないですね。そういう意味合いがあるなんか割合って泥臭いところもありつつ。いや、まもず、し。あれですね。この回転がどことつながるとか、理解するのも大変ですね。なんつったって、物がないしっていうね。物があれば、あ、ここがここに行くんだっつってわかるけど。物がないとこが作ってる。そうね。ルービックキューブより難しいだろうな。だから、これは、何度も言ってるようですけど、これ全部、なんか、絵とかにもできちゃうんですよね。そうですね。まあ、それも面白そうですよね。面白そうですね。揃った時の感動全が。部、タバコの吸い殻の絵とかで やるやつ。たまにそういう、なんか、ジグソーパズルみたいな。困ったジグソーパズルですね。そうそうそう。まあまあ、これはこれでも面白いです。自負を作りますね。じゃあ、ぜひぜひ。はい。はい、わかりました。よころれしはくお願いします。共有停止でいいか。どうもありがとうございます。よいしょ。はい。では、万が一ご覧になっている人がいたら、登録をよろしくお願いします。というなかなか千人登録がいて、まずまず立派なんですけどね、そこから全然増えないっていうね。あ、じゃあ今日はこれで終わりにします。はい。よろしくお願いします。あれは。